皆さん、こんにちは。魔法先生ネギマ出席番号26番エヴァンジェリー AK マクダメル役の松岡由紀です。懐かしい。勇気ホルダー原作者の赤松健です。はーい、ということでですね、先生、はい、ネギマからネギマの子魂を受け継いだ勇気ホルダーがなんとアニメ化決定ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、もうそのお知らせを聞いたファンの方々がすぐツイッターで私に教えてくれました。あ早かった。すごい嬉しかったんですけれどもね、はい、この長いね、うん、ネギマ勇気ホルダーの流れをね、はい、これからちょっと2人で振り返ってみようということで、はい、そうですね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ネギマを見ていたお前ら、懐かしいエピソードたくさん喋っちゃうぞ。思い出すがいい。懐かしいですね。すごい懐かしい。そもそもオーディションでした、はい、オーディション。オーディション受けました。受けた、うん、で何役だったんですか。それがね、うん、あのネギマのオーディションっていうのは、はいはい、他のいろんな作品のオーディションと全く違う形で行われたんですよ。今思うと、うん、あんなオーディションネギだけです。どういうやつですか、はい、いや私知らない。本当に普通はね、あの、この役受けてくださいって言ってキャラクターの表をもらって、あのセリフが書いてあって、はい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 、で、それを見ながらイメージを膨らませてやるというのが普通のあり方、はい、ラブヒナもそうでしたね、はい、ネギマは、うん、7人ぐらいのキャラクターの誰かわからないセリフを渡されて、この中から4役好きなのを選んでやってみてください。だからキャラ表もいただいてなければ設定資料も一切ない状態で、うん、初めて知ったこの事実で、まあ院長っぽい役、はい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 、この家っぽい役、うん、チウ、あネットアイドルね、ネットアイドル、うん、あとネギと、あと何があったかな、あ、本屋ちゃん、はいはいはい、となんか何種類かある中のでみんなキャラクターがあの分かりやすく違うじゃないですか、アスナもあったと思うんです、うんうん、でその中から4つ好きなのを選んで、やってみてくださいって言われたんです。それは珍しいですね。珍しい形で、はい、その後いろんな作品をやってきましたけど、うん、こんなこと言われたのが右間だけで、うん、でその中で何やったかな、アスナっぽいのとネギっぽいのを外したのかな、私は。で外したんだ。チウをやったのは覚えてますね。あー合うかもしれない。で、はい、あと院長っぽいのと、うん、でコノカをこうあのやろうか悩んだんですよ。で私関西出身なので関西弁ができる。であのだけど、うん、その直前にすごい大阪弁なキャラクターをまあいっぱいやっていたので、うんうんうん、あのあれ、ね、これやったらあんな感じになりますよって。なるほど。確かに。で、まあ、制作会社も同じだったので確かに、まんまにいますけどどうしますって言って、あ、もうあれは分かってるからいいよって言われて、このかも結局やらなかったかなっていう、ね、はい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 、なので、そのうちの4種類を選んでやったんですけど、その中にまさかのエヴァはなかったんですよ。なかったんだ。もうまさにエヴァンジェリーのセリフは一切なくて、私もやってないし、そういうこうああいう、まあ、邪悪吸血鬼な、はいはい、うん、まあ、呪いをかかってるような形のキャラクターがいることもその当時は分かってなくて、そうだったんですか。で開けてみたら、はい、あのエヴァンジェリンで決まりましたって言われて、うん、で誰だ誰だって思って慌ててそっから原作ですよ、うわーと思って、で3巻がどうやらこれっぽいとか思って、はい、あの表紙がね、でわーって見て、受けた役と全く違うかったので、うん、私は逆に一体私のどこであの役を振っていただいたのかがなるほど、ずっともうこの作品を終えて10年経ちますけれども、うん、私が挙げた中で、うん、そのエヴァ要素ないじゃないですか。確かに、ね、ないですね。なかったんですよ、うん、で、しかもすごく不思議なことに、はい、あの原作を読みながら、うんうんうん、まだ台本も何もないので、はい、ちょっとこう読んでみるわけですよ、漫画をね、やりますよね、声に出して、はいはいはい、でそうするとキャラクターにこんなに迷いがないことが珍しいぐらい、なんか本当にあのイタコのように降りてくる心地よさというか、あ、このタッチのこの音でこんな喋り方でやってみようっていうのが、うん、あの
こう構築しなくてもスルンと出てきた、すごく気持ちいい感じ。一気で言うとその高笑いする幼女のエヴァみたいなのがすぐ出てきちゃった、そうですね、まあなんか立ちでおでっかくなったみたいな、なんかね、なんかあの仕事的にというかこう役者的にバリエーションいろいろやるのが得意なタイプなので、あのチームをわざわざ選んだのもあのオーディションでこの二面性が面白かったんです。だからすごいそういう意味では大きく二面性が分かれる役ではあったので、あの全部31人通して見て一番やりたい役が来たと思った、うん、おそうですか、うん、よかったです。すごい。一気で好きなシーンと言いますと、はいはい、どのあたりですか。いや、 もうやっぱりサウンドさんとマスターとのこの出会いのところが小安さんいやもうなんかラブエピソードあそこだけじゃないですかこの純粋にみんながネギ君ネギ君って言う中で、はいはいはい、私はずっとネギを通したあの人を見てるんです。そうですね、はい、はい、もう常に最後まで、うん、好きで好きでね、好きで好きでしょうがない、うんうん、もうでもあのエピソードがこう一番エヴァの根幹だし、はい、あれがあるから今のエヴァがあるみたいなとこもあったり、うん、確かに、はい、ツンデレっていう言葉がなんかエヴァンジェリンはそのこう筆頭ですよってよく言われるんですけ ど、はい、そのデレ部分が一番出る。本をあからめてはにかむっていうシーンが他の作品では、うんね、うん、っていうか他の話数ではちょっと少なくて、うん、はい、本当になんかもうポッとなる感じとかもすごい可愛いなと思っていて、もうニンニクにうずめられながら年は100歳超えてるぞっていうあの必死っぷりもね、うん、愛おしいし、なるほど、あれあそこですか。私はあそこ好きですよね。あそこすごい気に入っています。うん、はい、思い出深い。光る風を追い越したら君にきっと会えるね。ネギマといえば、うん、はい、やっぱりもう忘れられないの、うん、られないのか、こうイベントだったりとか、そうですね、あと CD のいろんなキャラソンを歌わせていただいたんですいやいや、もうあまりに100曲以上あるんですよ。大変だったと思います。いやね、もともとは、声のクラスメートシリーズ、はい、というのに、うん、パクティオカードを入ってました。入れて、はい、これがオリコンに、はい、トップ10に入っちゃいまして。いや、私があの歌ったやつも、うん、ハピマテも、はい、当時しかもカップリングではなくてもう一曲同時に出てエンディングが出て、マスターかな、教えてほしいぞマスターかな、あーだったかな、分かんないですけど、はい、あの3位4位を同時に撮ったことがあります。おすごくないですかすごいですね。でそういうパ、ハピマテブームを受けてやったのが、はいはい、幕張メッセイベントホールで5000人を集めて、はい、やったという。すごい大魔法祭。今だったらあのレベルの声優さん32人集めるのは不可能ですね。いや、よく集まりましたよね。振りだってあるじゃないですか。振り神田さんと歌ってるやつ、あれは鏡の前でやるんですか。やるんです。やるんですか。練習したんですよ。もうで、とにかく私ダンスが苦手で、いや、歌もでしたよ。歌もあんまり得意じゃないんですけど、うん、でもとにネギマという作品を、うんうん、がデビューの声優さんが本当にたくさんいたので、いましたね、はいはい、うん、今結構売れっ子になられた方々もそうなんですよ。ですけど、あの DVD とかにこう、うん、見返してみると本当にね、みんなの涙でかつこう私もなんか目頭が熱くなったりとかしてね、ちょっと行った方もう一回見てみて、ネギマはね音楽にすごく恵まれた作品。そうですね、はい、本当にいろんな曲を歌わせていただいて、うんうん、中でも私が一番気に入っている曲は、はい、あのリボーンっていう曲で、うん、でいろんな作品のいろんなキャラソンを歌わせていただいたんですけど、はい、私の声優人生全部ひっくるめてあの曲が一番気に入っていて、そこまで未だにあの自分で聴きたいと思うというか、そうですか、はい、エヴァらしいし、でその詩のイメージとか雰囲気とかもすごい気に入っていて、うんうんうん、でエヴァって二面性があるじゃないですか。 そうですね、その小さいエヴァと大きいエヴァと、はいはい、どっちで歌うかってすごい悩んで、はい、結局、うん、2つ入れてるんですよ、大人と
子供と、うんうんうん、で子供のエヴァをメインボーカルにして、うんうん、で、ダブルって、まあ、音の厚みをこう増やすためにもう一層普通は入れるんですけど、うん、それをあの大人っぽく歌っていて、ファルセット寄りに歌っていて、シングルになっていないのでアルバムを買っていただかないと聞けないので皆さん ね、はい、ほじくり返してください。ね、今は1期があって2期があって、はい、そしてね OVA もあって、1期と2期の間に、はい、春、はい、夏、はい、というのがありまして、これはテレビで流すわけじゃないので結構エッチな、もうあのファンの方のため の、 、ね、サービスカットを目白押し、ここから、シャフトに変わってる、ね、うん、あ、そうですね、はい、なんか絵のタッチが随分、うん、新保監督でね、はいはい、春夏は特にエヴァンジェリン活躍してないんですけど、うんうん、2期から随分フィーチャリングされて、ね、はい、びっくりですよ、はい、いきなり私から登場いきなり、ババーンみたいな、ちょっと誰もバキーみたいな、バキー踏んだみたいな。これはすごい、すごいドラマが繰り広げられるってすごくシリアスで思いましたけど、ね、うん、あのドラマティックな感じの、まあ、月夜とエヴァみたいな、はい、うん、そこからどんな吸血鬼話が広がるんだと思ってたら、まあ、最初の匂いだけでどん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 コミカルに、コミカルにショートギャグしようみたいになってきて随所に挟まれるギャグみたいなね。その、うん、原作でチュパカブラちょっと、はい、とこも書いたんですけど、はい、それをね監督とか面白がって、はい、うん、春夏のとこでフィシャリングしたんですよ。それをちょこちょこっと出てるんですよね、うん、それを2期で大幅に使って、うん、チュパケンとかまさか T シャツが作られ売られ売れ残りそしてあの部活もできで最後ねあのアスナがこう育て始めるっていうね、うん、そしてこう野に返すっていう一番最後の卵をもらってパカッと生まれるチュパカブラ実は私がやってるんですけど気づきました、ね、気づかない気づかない知らないでしょ気づかない気づかない一番最後ら辺の台本にチュパカブラ松岡由紀って書かれてたような気が私はアフレコする時ってこんな完成された絵ではなかったので、うん、はいはいはい、で、見返してみたらものすごい最終的にあのぶっさくな顔になってて、ルイヤンって声が合ってないんですけど、あんな成長を遂げる、まあ、いいじゃないですか可愛くて、本当すいませんっていう、もっとなんか おっさんな感じにすればよかったなとかね、うん、見返してみて思うことあります。やっぱりでもビックリハテナでも隣にいつも常に、まあ、はい、ちゃちゃまるがいて、いてのがいてくれてやりやすかったですか。いや本当に、うん、あのいいコンビで明けのでよかったなと、常にそばにいてくれる、そうですね、ちゃちゃまる、はい、存在でしたね大きいですよね、うん、あの、うん、それがだんだんね激しく突っ込み始めるっていうのが2期の特徴ですね。あ、突っ込むというかボケるというかボケ倒すというか、ちゃちゃまるはもうずっと淡々とした人だったんですけど、うん、予告とか、お前は他に言えないのかって言ったら、うん、なんでやねんなんでやねんなんでやねんって言い出して、ありましたね、そうそう、うわボケてるちゃちゃまるが、うんうん、まあ、2期の特徴として、はい、あの私たちサブタイトルとそれから、ね、提供クレジットのバックのイラストを描かせていただいたのが、うん、私は2期ですごい思い出深くていやこんな、めったにないことですよね、私らの絵がテレビにオンエアされるなんてないんですよね、うんうん、でなのでもなんか一生懸命絵は見ながら描いた記憶があるんですけど、うん、あのネギマンの中で親しい声優さんっていうのは、うん、どの辺ですか。一番は一番笹川彩奈ちゃん、あ、はい、朝倉ね、あの朝倉和美、うん、昨日も一緒にお笑い見に行ったり、はい、あとお昼は舞台見て、うん、夜はあの漫才見に行って、うん、わあすごい密に遊んでいる、うん、そのネギマがないと出会ってないので、ネギマがあったから、まあ、一緒になんかあのウェブ系の番組みたいなのやってみようかとか、うん、いろいろやって、うん、後輩だったし同じ事務所の、うん、一番仲いいのがそんな感じですね。でも仲いい子いっぱいいましたよ、うん、あのまあ、ちゃちゃまるもですけどね、そうですね、うん、ちゃちゃまるも仲良かったし、桑谷になっちゃんとかはうちに泊まりに来たことがあって、私の寝言をリアルに聞いてますね。あれ桑谷さんはネギラブヒナからもラブヒナでかなこかな、そうです、かなこ猫、私猫です、みんな忘れてないですか、私ラブヒナの猫ですよ。そしたら赤松
先生の保育園、そっからですからね。喋る猫。そうなんです。ああ、うん、長い付き合いでお世話になってます。長いことありがとうございます。ありがたい。あの皆川淳子とかも、うん、そうですね。うん、あの仲良かったし、あのねぎまが縁で、うん、はい、いろんなあの声優さんと出会えたし。うん、野戸まみこも南部も一緒に仕事してたし、うん、チアも仲良かったですしね、うん、いっぱい仲間がいます、うん、ねえ。先生の新作。そうです、はい、雪ホルダー、はい、これのいよいよアニメ化が決定いたしまして、うん、おめでとうございます。冒頭にですね、うん、エヴァチキンがまさかのびっくりでしょ出てきて、新シリーズに新しい仲間たちと、はい、新たな物語を繰り広げると、はい、こういうでも振りとして、そのエヴァンジェリンだけがずっと永久不変変わらない存在でっていうのは ね、ネギマのね、うん、アスナが未来に行っちゃった時にも出てきましたよ ね、はい、もう昔のような高笑いはしない。そうですね、あの読んでてもなんかこう笑い声は聞こえてこないというか、うん、はい、ただ黙々とビシバシやってる感じは、あの腕力でも強いですよね。そうですね、あの、うん、魔法に全て頼ってないというか、そうですね、もうね、捕まえてバーンみたいな、うん、すごい素手で戦ってるっていう、うんうん、これに関して、はい、アニメ化は決定したんですけども、うん、もちろん雪姫、まあ、はい、エヴァンジェリン役は松岡さんにお願いした。ありがとうございます。アニメの前に、うん、あれかな、うん、トータとかちゃんと声優決めて OAD を一本やろうかなと思ってます、うん、お、そこで今までとはちょっと変わったエヴァンジェリン、はい、雪姫を演じていただけたらなと思います、うん、もうまさかね、新シリーズで名前まで私松岡雪だしと思ってなんかこんなに被ってるともうすごいなんか本当に分身のようで、こんなナイスバディではないんですけど、うん、なんかすごく嬉しかったです。いやでもね、私としても感慨深いですね。こんな長い期間演じてこられたっていうのはないんじゃないですか。ありえないですよ。ただですらなんかねぎま自体長かったですからね。本当に、うん、あのずっとこうどっかで根付いて、うん、あの一本筋が通っているエヴァンジェリンが私の中でいるので、うん、あの途切れることのない、うん、なんかあのエヴァならではの、うん、こうね、年も取らない不思議なあの人格が私の中にいるので、なるほど、ね、また新シリーズをこう読んで、はい、あのエヴァが昔自分の魔力でポンとこう大きくなってたテイストと、はい、うん、雪姫のテイストがまたちょっと違っていて、そうですね、うん、体育会系な匂いがするし、うん、むしろこの格闘というかね、はい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 、力が強いっていうイメージも、うん、魔力とまた別に、はい、っていうところもあって、あの、はい、ね、雪姫自体は体育会系ではあるんですけど、うん、すごいもう疲れてるんですよ。長く生きてるから結構もうどうでもよくなってきてて、そうなんだ。するとですね、うん、昔のような高笑いはもうしないんじゃないかなと、まあ、雪姫の役作りの話になってますけど、はい、高笑い声優でした、あのエヴァのおかげ で、 かげでいろんな高笑いをやってきたんですが、原作には全然笑ってないので、あんまりなんか私の役、うん、本当に死なないんです。あのいただく役で、うん、私いつもどんな役やってみたいですかとかよく聞かれるじゃないですか、うん、はいはい、もうあの実は幽霊とか実は死んでるとか、うん、もうすぐ死ぬとかって、うん、儚い役をやってみたいですっていうことが結構あったんですけど、うん、あのものすごい生命力が強い私の役。吸血鬼の他に何かあったんですか。あ、でもあの他の作品でもとにかく、うん、まあ、元気がいい子とか、はい、あの塩らしい感じの役もやるんですよ、うん、で、あの幅広くいろんな役をやるんですけれども、うんうんうん、あのストーリーの中で死なないんですよ。なかなか根強く生き残る。ありがたい。死なないキャラしか来ないでもこの役もそんな感じですもんね、うん、私がちょっと一番やっていただきたいのは、うん、ここです。9巻ラストで、ね、トータマザコンですけどね、ほとんどね好きで好きで好きだって言っちゃってぶん殴られたんだけど、ね、まあ、エヴァンジェリーはね、ああいう決めは、まあ、まんざらでもないと。そう、なんか照れてますね。そうです ね、まあどうなのかな、いい感じなんじゃないですかね。ここちょっとあの一
言すごくファンの間でも人気あるシーンなんでちょっと疲れた感じで、あ、疲れた感じバーカ500年遅いわ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 疲れた感じが出ている。初めて雪姫を読みましたいいじゃないですか。大丈夫ですか、はい、もう全然イメージと違うって言われたらどうしようかなと思って、はい、大人なエヴァンジェリーも歴史をねずっとこうもう10年以上やってきていただいてようやく到達する感じですね。ああ、うん、そうですね。なんかきっと心の主軸がエヴァンジェリーに、はい、はい、ありがとうございます。ますますアニメ化が期待できる感じです、うん、はい。じゃあそんな有給ホルダー、ね、アニメ化ぜひ楽しみにしていただきたいと思いますので、はい、最後に一言こうちょっとエヴァを見ながら、はい、有給ホルダー絶対見てくれるよなってどうでしょうか。うん、疲れた感じがいいですねありがとうございます。有給ホルダーアニメ化お楽しみに。